カラフルタウン岐阜は岐阜県岐阜市にある伊東洋華道や内図店を中核とした大型複合商業施設である。2000年11月10日開業。運営は株式会社トヨタオートモールクリエイト。トヨタ自動車グループ企業のトヨタ防食が保有していた工場跡地に建設。近年の大型ショッピングセンターのトレンドである長時間滞在型のショッピングセンターに加え、 自動車メーカーらしく、カーライフの充実に寄与するために、トヨタ系、ディーラー4店舗と、ダイハツディーラー1店舗がテナントとして入っており、常時約100台の新車が展示されている。また、この店舗内にある、伊東洋華堂は2011年1月に、かかみが原店が閉店したため、2020年現在、岐阜県内で唯一の店舗である。二千十五年六月二十日には、 家電量販店の上新電機が2回、伊東洋華道館にオープンした。これにより、伊東洋華道は1回のみに集約された。2019年10月には、元カーロッツア土地に、野外型モールとして、モンベルを中核にして、粉ズコーヒー、トレック、ペットフォレストなどが入店するエミノアが開業。2020年10月2日に、リニューアル第1弾が実施される。ミスタードーナツ。 ヨーローミートや寿司の陣五郎など8店舗が入店する。2021年3月3日に、リニューアル第2弾が実施され、1階伊東洋稼働フロアがリニューアル改装され、GU や ABC マートなど11店舗が新規入店、移転した。2021年5月には、岐阜県で2店舗目となるロフトがオープン。名鉄竹花線や内津駅は2008年に移転し、 300メートルほど遠くなった。ありがとうございます。